インスタントカメラチェキ。インスタントカメラチェキは、富士フィルムのインスタント写真システムインスタックス。インスタックスをベースとした、インスタントカメラ他の同社の商品群の商標である。インスタントカメラの他、同じインスタントフィルムを使用するプリンター。チェキプリンター NP-1 については、同社ピベイの前身にあたる。ただしピベイは、フィルムのプロセスが、インスタックス系ではあるが異なっているため、 チェキとピベイ相互のフィルムに互換性はない。チェキプリンター等を含めシリーズを通して累計400万台2006年現在を販売しヒット商品となっている。イメージキャラクターには当初赤塚不二夫の代表キャラクターニャロメと滝沢秀明が起用された。以上のような富士フィルム自身による展開のほか、ライカのゾホートや以前に存在した。 OEM 商品の宝、現、宝トミーのポケピーなど、またその他にライセンス等の関係にない、そのため、富士フィルムの商標である、チェキやインスタックスを関していないサードパーティーによる同フィルムを使用可能な製品なども複数ある。インスタックスは、富士フィルムが1981年から展開しているインスタント写真システム、ホトラマをベースに開発されたシステムで、 1999年から展開している。特にインスタクスミニによるチェキの商品群が写真システムのデジタル化の中で銀塩写真システムとして更新が続けられていることが特筆される。富士フィルムの故障でモノシートタイプ、他の故障としてはシートフィルム方式、インテグラルフィルム等の手軽さと露光面の裏に像が現れる方式のため反転が不要で、 カメラの小型化にありな点は、フォトラマ譲りである。フォトラマには、K800ACE という世代があるが、その800及び ACE 世代のプロセスと ISO 感度800をベースに、高感度ながらも良好な粒情勢、シャープネスの向上、温度範囲の拡大、色再現性の向上が図られている。フィルムパッケージ中の使用済み分の空間を押し出すためのバネが、 パッケージではなくカメラのフィルム室側にある構造も、ホトラマ ACE を引き継いでいる。また各種最適化により、薬剤質のための余白部分の割合もホトラマに比べて小さく、自然に見えるものになっている。用途として、気軽に撮る写真と、本格的な写真の2種類を想定し、フィルムサイズに、重横比が約1.3、約4、3に近い縦長。 画面サイズ 46mm62mm、mm、のインスタックスミニチェキサイズと重横比が約1.6に近い横丁。画面サイズ 99mm62mm、mm、のインスタックス弦、インスタックスワイドを設定した。また、それぞれのカメラとしてインスタックスミニ10とインスタックス100を用意した。また当初からプリンタについても開発している。 2016年9月20日に、モノクロタイプのインスタクスミニフィルム、インスタクスミニモノクロームの同年10月7日、発売と、画面サイズ 62mm、62mm の、スクエアフォーマットの2017年春からの展開予備、ホータキナ2016への出展が発表された。2017年4月マイナス6月期の富士。 フィルムグループ全体の純利益は358億円に達し、チェキの好調な売り上げが牽引しているという。フィルム製品は除く。2018年11月現在、各モデルにそれぞれ専用ケースやアルバム等の設定がある。ワイドフィルムを使用するインスタックスワイド及び、スクエアフィルムを使用するインスタックススクエア以外、チェキを関するカメラはすべて、 チェキフィルムことインスタックスミニというインスタントフィルムを使用する。薬剤が封入されている。都合上、フィルムの円にはフレーム枠が必要であるが、そのスペースを逆手に取ったディズニー等の人気キャラクターがあらかじめ印刷された商品などもある。チェキフィルムの名刺サイズは市販の名刺フォルダがアルバム代わりに利用できることがメリットになっている。 デジタルカメラへの移行により従来のフィルム等の流通が大幅に減っている策であるが、チェキ用インスタントフィルムは例外的に豊富に流通している商品の一つで、富士フィルム専売店や家電量販店での販売をはじめ、大手ホームセンター等でも扱いがある。最初に使用する際には車高版が排出されるようになっており、どの機種でもフィルムをすべて使い終わるまで、 フィルムパックを取り出してはいけない。取り出すと、一番上の一枚が観光してしまう。一パックは十枚入りである。ポラロイドでは撮影直後のフィルム画面は灰色であったが、インスタクスでは純白である。撮影後数十秒から画像が現れ始め、数分で鮮明となる。また、ポラロイドでは、フィルムの像の現れる面に露光するため、そのままでは鏡像になってしまう。このため、 ミラーを用いて像を反転させるためカメラが大きくなる。一方、インスタクスでは像の現れる面の裏面に露光するためミラーが不要となっている。半径は同じだがピレイのフィルムとは相互どちら向きにも流用はできない。一般にインスタントフィルムのようなリバーサルフィルムではプロセス中にネガポジ反転が必要であり、チェキなど通常のインスタクス、インスタントフィルムでは オートポジ入材他でこれを実現しているが、ピーベイでは、プリンタ専用として、ネガポジ反転と、その他のインスタントプロセスに最適化した画処理を、プリンタ側で行う前提で、フィルムがインスタックス系として類似したシステムではあるが、ネガフィルムのインスタックスデジタルフィルムとなっているためである。これにより、ピーベイでは迅速化とフィルムの厚みの半減が実現されている。このため、 厚みの違いがあるためトラブルの可能性があり注意が必要だがピェイのフィルムをチェキで使うとあるいはその逆をするとネガ像が得られる富士フ,フィルムの発表ではユーザーの7割が女性であり女子学生や20代女性がコアユーザーであるとされるまた店舗での顧客撮影の展示などの用途が見受けられる近年はポラロイドが製造終了後あたりから 統計上の売り上げが順調に伸びている。韓国ではドラマで使用されて人気が高まっている。特に韓国や中国などにおいてブームになっており、多数のキャラクター商品やその関連商品が発売されており、フィルム生産が追いつかなくなった。日本国内でも海外から逆輸入的に再評価される形となり、2012年にはタツミ出版からチェキイット、 と題した専門ムック書籍の発売も行われ、当時の人気アイドルももいろクローバー Z による作例度も紹介された。こういった動きもあってか2013年の国内販売比率が前年比2.5倍に伸び、男性向けにクラシックデザインモデルを新発売するなど、静かなブームとなっている。ライブアイドルのライブなどで終了後にチェキカメラを使って、 アイドルがファンとツーショット撮影した写真を販売したり、雑誌に掲載されたグラビアアイドルをチェキカメラで撮影し、その写真にグラビアアイドルの直筆サインを入れて、検証の商品とすること等が多く行われているが、この写真が俗にチェキと呼ばれている。注釈。出展。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。